今回はですね、昨日週刊ガチャから登場したぶっ壊れのその先を言っているポルトガル代表ブルーノ・フェルナンデスと連動飯やってきたと思います。アーノルドのボランチ型がね、やっぱ希少性のところで高くて、強いというのもあったんですけど、能力値、強さだけで言ったらブルーノ・フェルナンデスが飛び抜けすぎてましたね。週間の記念3回はこんな感じだった。このさ、ムニョスがね、結構やれそうな匂いがまずするんですよね。守備的サイドバックで守備意識がね90後半乗せてくる。アグレッシブネスも高いし、スピード瞬発あって、唯一で言うとマンマークがないんでね、そこはちょっと欲しかったところであるけど、それ以外もブロッカーとか持ってて、ムニョス結構やれそうなんですよね。このブルーノ・フェルナンデス、もう Twitter とかね YouTube のコメント欄でも話題になっているんですけど、何がやばいのか、それはね、簡単に言うと、自分が持ってるですね、このギュンドアンいるかい、ギュンドアンと、あとワールドカップの週刊モドリッチ、ギュンドアンモドリッチと同じで裏総合値っていう、このブルーノ・フェルナンデス DMF が初期ポジになっているんですが、 OMF で起用すると、まずは普通に使った場合ね、99まで総合値が伸びて、チムスタ込みで OMF103 までいく103はえぐい。中盤の選手に結構ありがちなやつですね。 DMF 登録で能力バグってるみたいな。そして能力値なんですけど、まずはね、全体をご覧ください。昨日のね、アーノルド民主用動画でも話したんですけど、これはね、ちょっとすごいですね。やっぱモドリッチとかギュンドアンを放出させるようなバケモン能力。全体上げてるのはもちろんなんですけど、このディフェンス能力がですね通常と比べてもマジで30ぐらい上がってんだよね。他のブルーノ・フェルナンデスはこんなディフェンス能力高くないんで、これが30近く上げてます。さらにね、決定力も85を兼ね備えつつ、パス、ドリブルどっちもうまい、オフェンスセンスがチムスタ込み90のせいやーえぐいですね。スタミナもあって、コンディションの波小さいからの優秀スキル、ミドル、ヒールドリック、ワンシューワンパニー、スルーパス、ピンポイントクロス、アウトスピンキング、マレーシアチェシング、インターセプト、無駄がないね。一切無駄のないプレーメーカーで DMF、CMF でプレースタイルが発動するんですけど、OMF 起用でね、無印で使いつつチャンスメイクしながらゴールも狙っていくみたいな形が理想かなと思います。結構モドリッチとね似てるところがあって、このワールドカップ週刊モドリッチがプレーメーカーでね、ブルーノ・フェルナンデスと同じような起用ができるみたいな感じなんですけど、どっちがいいのか問題っていうね、どっちが強いのか問題っていうのもあると思う。でこれ一つ言うと、どっちもね強みがあるんですよね。モドリッチを使う場合はまずダブルタッチ持ってるのがでかいね。ブルーノ・フェルナンデスはダブルタッチがないんで、この突破に関してはまずモドリッチが上。ただですね、決める力、ゴールを取る力はやはりブルーノ・フェルナンデスが、決定力が80超えてて、ワンシーもね、これが結構でかくて、中盤のところでこの位置 OMF でワンタッチシュートで決定力も80超えで、バランス能力といったところの選手はなかなかいないので、ここはモドリッチよりも上かなと思います。改めてこのモドリッチはバケモンこのモドリッチ、ワールドカップ週間のモドリッチはもうバケモンだね。ブルーノ・フェルナンデスの総合では多分上行ってるかな。ただ今回のブルーノ・フェルナンデスもそこに匹敵するぐらいの強さだと思うので、ちょっとがっつりね。それでは早速、ブルーノ・フェルナンデス週間ポルトガル代表週間 OMF 起用でディビジョン1000がっつりやっていきましょう。もちろんピックアッチマッチもやっていきます。ブルーノ・フェルナンデスからカカイの絶好のパスとか狙ってみつつ、ライガールド絶好調いきましょう。メッシへのパスとかもあるんでいいですね。コンディション何も小さいで安定してる。さあまずはちょっと裏ケアしましょう。怖い回数だね、ブライトン。さあ狙った、でもかなり落ちてたですね。しっかり縦パス急いでくるっていうよりかはあれなんで、この辺でみんなで囲めば怖くない戦法で、ただうまい。やらせん、ルクショーありがとう。ちょっと一回クリア。さあここでナイスカカイゴー。でブルーノ・フェルナンデスに当ててもいいですね。サンキュー。こういうところちゃんと通せる中盤、自分の中では結構ね大事にしてて。きた、オッケー、よっしゃ。今のポジショニングがいいのと、あとタッチですね。1個ずらしての決定力あるのがね、まあ、これがね、モドリッチとまあ比べられる部分がね、多分ブルーノ・エンス今回のあると思うんですよね。ただまあ決定力に関しては、このブルフェル、えぐいですから、80超えてるもん。しかもワンシューもあるっていう。いやー、いいね。で、逆サイド、自分の形に持っていきます。さあ、ここブルーノ・フェルナンデス、サンキュー。エッジクロスでいいんじゃないこれ。ボーニングファイヤー。いやー、マジか。サンキュー。スピードと瞬発力に関しては、そんなにブルーノ・フェルナンデスないんですけど、ただやっぱこういうとこでいいパスを送ってくれるのが。一回やめて逆サイドでいいですね、これ。ここパスチャンスメイク力高い。一回メッシ、ブルーノ・フェルナンデス、いいとこ。さあやめていい。で、ここでフェイントでこのパス、キックフェイントからハーランズーンチョップイキー。よーし、ブルーノ・フェルナンデス決勝点。あの少ないチャンスをよくものにしてくれた。さすがの決定力。 OMF の位置からね、とにかくまあパスですね。そこをワンタッチで出していくっていうのが強いんで狙っていきます。ドイツさんが4141でブルーノ・フェルナンデスきた。OMF 裏総合値103対決になるね。どっちかというとこうサイドもサイドからゴリゴリドリブルでやっていけば勝てますからね。えぐって、ありがとうハランズ。そうね、もうこれでいいよ。ゴリ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 いきます。そう、いやー、ないぼー神ーフェノミナルハーランドとブルーノ・フェルナンデスコラボレーション。41はもうサイです。中央だとね、結構崩せないイメージがあるんで。いたー、よく見せるね。ブルーノ・フェルナンデス見せていきます。狙うか、これ。どうすか、これ。ブルーノ・フェルナンデスでポスト当たったところはフェノミナルハーランド。2回バー当たった2回バー当たって、もうゴールキーパーもさ、ボールどこみたいな、そういう状況を作り出してのブルーノ・フェルナンデスが絡みまくる。ということで、後半のところで交代の場面でお相手3割パターンですね。ブルーノ・フェルナンデスが輝きを放つ。そしてハーランドとの相性抜群。リトルシュートっていう武器もあるから、お相手からすると結構やりづらいと思うんだよね。ブルーノ・フェルナンデスいると、まあ、突っ込みづらいし、点も狙いやすいしみたいな、そういう状況ができるから。4141再び、やっぱ4141多いですね。いけるー、よっしゃーミドル突き刺す。これが裏総合値103ブルーノ・フェルナンデス。今の突き刺し方ね。いったー、ナイボー。ネイマールの動きに合わせた。ナイスドモン。今の稲妻イレブンのね、ドモンのヘディングの守り方。うお、めっちゃいい抜け出しで、ここで頑張ってキックフェイント、スライダー、惜しい。中盤の決定力凄まじいぜ。これを決めれるっていうのがね、強いんですよね。ミドルシュートの武器がある。ちょっと待って、シュートさん来たやば、まさかのシュートさんとの対戦楽しみですね。お願いします。これはちょっとまさかすぎますね。ちょっと竹いこうかな。これ順位高っ、バケモンじゃん。いやー、そんなシュートさんできるなんて楽しみですね。めちゃくちゃ強いでしょ。4141、あ、ブルーノ・フェルナンデスいる。そしてショート・エムバッペ右ですね。うわー、待って、初対戦かもしんない。いやー、一回やってみたかったですからね。ちょっとこれはちょっと緊急企画変更じゃないブルーノフェンスのミニ使用してたけど、まさかのシュードさんとの対戦ということで、あ、皆さんシュードさん知らない方のために話すとですね、ランカーで配信者ですね、実況者同じく、そしてもう実力者、世界のところでもトップぐらいいける実力を持っている方なんで、いやー、目指せ100連勝、いや、すごい、シュードさんだ、これ、お願いします、楽しみですね、ガンガン仕掛けていきつつみたいな、ドリブルも入れながらみたいな理想の攻撃ができればと思います。さあ、無理か、今のは惜しい。さあ、でここ展開、タケダブルタッチ、そしてハーランズ、無理か、いつも通りの戦い方でいきたいですね。ドリブルも仕掛けつつみたいな。でここショートコーナーするふりしてあげます。ファイア、おおすごいところにボール来ましたね。いつもね、生放送実は見に行ってるんですよね。シュートさんがやってる木曜日とか特にね。だからちょっと今回ね、頑張りたいと思います。おお、カウンター系で来るのかな。あそこにいるってことは OK、 シャットアウトしていく。さあ、タケ久保建英、狙っていきます。シュートさん、多分攻撃のところのパスが多分自分のカーソルじゃね追いつけない可能性があるんで、攻撃でひたすら頑張っていくしかないよね。さあ、ここはやっぱりあれですね、しっかりカウンターをするためにあそこに置いてるんだ。うまい、これはテクニック、これは超絶テクニックですね。ナイス富安、危ねえ、やられたかと思った今。さあ、いい動きをしている選手がいますね。ここだ。でブルーノフェンスが粘って逆サイド変えたいけど難しいんで、いやー、シュートさんのブルフェル来た。うまいがマラドーナ仕掛けてきそうですね。いやー、怖えーめっちゃでも面白い、この緊張感がいいよね。なんかマジ初対戦でしびれるね。なんかもう負けても楽しめる感じがいいよね。すごい、ナイスアーノルド。さあ、ここ仕掛けますか。一回フェイク入れながら逆で竹立て、ブラフドリブル入れながら、ただこの辺うまいな、やっぱ早いね、こういうテンポが。サンキュー、オッケー、読んでいく。さあね、今で行こう。これカットインで斜めいやでもやっぱさ、うまい、この流れるようなさドリブルがうまいですよね、守備と。いやー、ビーラの網にはまってるわ、牙城にはまってるわ、シュートさんの。トメス、硬い試合になりそうですね。そうでも結構久保建英がね、鍵握ってると思うんだよね。ナイボー、あそこは狙ってるんだ。逆サイドやべえぞこれ。マラドーナやムバッペか、ショートイムバッペだ。うまい、で逆か。サンキュー、早い、切り替え早いわ、ドリブルうまい。オッケー、サンキュー。いやー、危ねえよ、カウンターだ。オッケー、いやーシュートさんとの試合楽しいですね、しびれる。お互いやっぱりここをやらせないっていうところをやらせないみたいな感じなんで、いつもシュートさんが配信でやってるよチーム名で、しかもシュートマンっていうね、あれだ、ちょっとやばいなこれ、危ねえ。あれはね、最初かなり危ないんで、ここは早めに、早めに出したいところだが、ロドリ接着剤かな。怖っ、怖え。竹鍵を握るぜ。ただね、マルキーニス、これあれだよ、フォートレスだよね。うまい。ダブルタッチか、いや、パスかな。いやー、スピークレーターいいよ。お互い多分さ、かなり読んでるんでね。あ、スピークレーター見える。ポゼッションの強み。さあ、反発。で、もう一個いけないかな。竹が粘る。お、余った。いやー、うめえ。ちょっと待って、あそこの守備うまくない、ほんと。さあ、ドリブルしますか、これ。ほい。ブルーノ・フェルナンデス持ってって運んで、竹が運んで、ダブルタッチからぶち込んでいくみたいな。うまい。やばい。選手交代した方がいい、これ。これちょっとやばいですね。うまい。えぐってくるがやらせないと。さあ、選手交代しましょう。ここの守備がマジうまい。ああ、ずれる。もう多分スタミナがみんなシュートさんとの対戦で緊張してますね。疲れ切ってる。いやー、楽しい。ドリブルね、いけてることはいけてるんですけど、ただやっぱ寄せのさ、タイミングとかがむちゃうめえ。ブルーノ・フェルナンデスありがとう。よし、ということで、これでいきましょう。多分、選手交代してきてると思うからね、前から読んでいきたいな。OK。さあ、で逆サイドに変えるふりして縦入れる。 OK、 カカで、おお、うまい。やらせない。さあ、ルンメリー OK、 フリーキック。ロドリがね、やっぱいいとこいるよね。あとシンプルにロドリいいとこいる。これ狙うか。まあでもモドリッチが一番。いや、アーノルドいくか、これ。せっかくなんでエッジクロスフリーキック狙っちゃいましょう。エッジクロスフリーキック。いやー、シュマイコ、ピーター・シュマイコ、シュマイコ。ああね、エベルケーズね。うまい。なかったヒデ中田強いよね。さあ、三笘。いやー、これは通せそうで通せない。カウンター来た、エムバペ、スパスパー、ゴー。ダニーロやるね。やらせない。お互い。いやー、これもね、もう一個入れるべきだったよな。いや、めっちゃ緊張してる。うー、いやー、ということで、ここは0-0でしたが、対戦ありがとうございました。いやー、楽しかった。お互い得点は取れない感じになっちゃったけど、ただね、もう今回、初対戦だね。いやー、ちょっと今回の動画をこれ、シュートさんとの対戦がメインになりそうですね。楽しかったね。なんかもう、なんていうの、ドリブルとかもさ、なんか間合いとかもね、うまかったし、仕掛け細部で、まあ仕掛けれて何回か抜けるとこもあったんだけど、ただやっぱ簡単にはいかないっていうね、その中で最高でしたね。竹がね、今回鍵握るかなって思ってたんで、まあこういうとこも多分、ドリブル読みが入ってて、縦の、それで中が空いたんで、インパクトが狙ってみたんですけど、まあ、ピーター・シュマイケルがねやはり壁が厚いということで、まあ、この辺もタゲのドリブルから始まって惜しかったけど硬かったね。めちゃ硬でした。もう 0-0 っていうのがほんと 0-0 の試合めちゃ久々したかも。大体点が入るみたいな展開が多いんだけど 0-0 の中でね、いやーもう楽しかったですね。ほんと偶然マッチアップ、世界中のイーフトをやってる中でこんなことあるんですね。いやーもうとにかく楽しかったですね。またぜひ皆さん遊びに来てください。それでは